最強の軍パンが、いろんな意味で最強の軍パンを買っていこうと思います。どうも、中尾とします。はい、今日はですね、軍パンを買いに行こうと思います。はい。結構前からちょこちょこインスタとかで見てて、この軍パンマジ、見た感じめちゃめちゃ雰囲気いいなっていう軍パンがあって、欲しいなーって思ってたんですけれども、この前実際に見に行ったらめちゃめちゃかっこよくて、撮影もできるということなので店内で、あとね、店内の方行かせてもらって、直でね、この動画で、はい、このカメラで見ていただきながら、どれを買うのかという、もう僕ね、ほんと2色3色ぐらい買っちゃうかもしれないなっていうような軍パンなので、早速ね、今からね、赤目黒の方へ向かいたいと思います。こんにちは。こんにちは。すいません、連絡してた中村という者です。情報一、このような感じで、はい、ご用意しておきます。ありがとうございます。そう、これなんですよ。僕、これが欲しかったんですよ。これね、51なんですけれども、後染めの51なんですよね。これ全部あれですよね、色がブリーチして入れられているんですよね。そうですね、カラーのものは一応この辺は全部ブリーチして。光の当たり具合によって結構色違いますね。そうですね。この51がね、もう結構インスタで見た時からずっと欲しくて、色がね、結構いろんな色あるんですよ。まあ、このグリーンもそうですし、で今一度に並べていただいたんですけれども、結構種類ありますね、こう見ると。そうですね。7種類。さっきお話したブラックですね。ここで見るとまたさらにこのシワの部分が全部カーキっぽく見えてきたりしますね。なんかほんと光の当たり方によって色が全然変わるから、なんかまたブラックとは言い難いブラックでいいですよね。が元の色って感じですかね。そうですね。この隣がねレッドですね。いやこれ結構気になってるんですよね。これはかなりね、なんか実物見るのとなんか多分履いてみるのが結構違うというふうにおっしゃっていただいてて、まあ、ちょっとね僕もなんかそんな気がするのでちょっと履いてみたいなっていう。またこれも綺麗ですよね。なんか多分ナイロンに後染めするとこういう光沢感が出て綺麗な色味になるからいいっすね。本当にね、光の当たり具合でめっちゃ変わるっていうのもあるしけど、履いてても多分結構変わるんだろうなっていうところがすごいいいなと思います。ピンクですね。ピンクもめちゃめちゃ綺麗ですね。色味的にはめちゃめちゃいいな。これちょっとくすんでるんで、はいはいはい、履きはしやすいんじゃないかなと。すごいな、意外とちょっと履いてみたいですね。あとでね、綺麗なんですよね、色味が。で、ブルーですね。パープルとブルーです。なるほど。じゃあもう、まあ、ちょっとネイビーっぽいブルーとパープルって感じで。パープルもいいですね。青系はね、普通に履きやすい気がするんで、ちょっと結構楽しみですよね。履いてみたいですね。で、ちょっとグリーンが最後にあるという感じで。このグリーンはね、結構、まあ、スッとしたエメラルドっぽいグリーンなんで、お好きな方はめちゃめちゃハマるかもしれないです。めちゃめちゃ種類がありますので、この7本からね、僕ちょっと1本じゃなくて7本買っちゃうかもしれないんで、何本か選んでいきたいと思います。はい、ということで帰ってまいりました。今日行ったお店さんがですね、ピフスジェネラルストアさんですね。かなり前からある、まあ、古着だったりとか、まあ、あとオリジナルでアイテムを作られているような、まあ、本当に有名なお店さんですね。中目黒の駅から1分ぐらいのところなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。オーバーパンツですよね。あのパンツ、元々あるものを後染めしたりとか、色抜いて後染めしたりとか、そのまま後染めしたりして、まあ、本当にナイロンだから出るというか、M51 だから出る、後染めだから出る、光沢感とか、色の感じっていうのが、本当にめっちゃいいなと思って、普通にめちゃめちゃ買いに来たっていうのが、今日の出来事でした。買ってきたものをご紹介します。こちらです。赤を買ってまいりました。はい、赤です。M51 の赤がめちゃめちゃいいっすね、本当にね。正式名称みたいなものは多分アークティックトラウザーズさん、まあ、そのパンツの赤と、なんと今回こちらの黒色も買ってまいりました。黒色も買いましたね。2色僕はね、買わせてもらったんですよ、今回。この黒と赤っていうのがね、めっちゃ一番僕の中では使うなと思ったって色だったんで、買わせてもらいましたね。万円ぐらいなんですよ。物によって、多分ね、これが一番黒がアークティックトラウザーズの中で安いかな。2万円。ぐらい、赤が2万1000円ぐらいっていうのが工程が一つ少ないかららしくて、まあショートとかではね、もうちょっと実際使ってはいたんですけれども、はい、かなり気に入っているパンツでございます。めっちゃいいっすよ、めっちゃいい。そもそも M51 のオーバーパンツって僕持ってるんですよ。こちらで持っております。はい、実際 M51 のオーバーパンツ自体は持っていて、で、これもね、全く一緒なんですけれども、これがオリジナルのカラーです。この上に、しっかり黒を入れたのが、このお色。ブリーチしてから色を入れたのが、こちらのお色になります、という感じでございます。これもともと何かというと、寒冷調のパンツなんですよね、M51 のオーバーパンツって。まあもちろん50年代の、まあアメリカ軍のパンツではあるんですが、オーバーパンツっていうぐらいなんで、パンツの上に履くパンツなんですよ。だからパンツオンパンツなんですよね。本当は上から履いてねっていう感じなんで、本来ポケットが貫通してたりするんですよ。ポケットが付いております。まあ袋が付いているので、まあ、ポケット貫通してないので、これ1枚で着ることができるというところも素晴らしいところですね。オリジナルのその本物を使ってるっていうのがやっぱり僕的にはすごいいいなっていう。そ
それをわざわざブリーチして色を入れるっていうので2万円ぐらいっていうのはかなり安いと僕は思っていて、まあ実際自分でそんなことしとったら時間と手間とお金がすごいかかってしまうので本当にすごいいい試みだなと思うんですよ。しかも M51 のこのオーバーパンツって、まあ、コットンとナイロンなんですよ。そのコットンとナイロンなんでやっぱりちょっと光沢感が出るんですよね。この光沢感がこの色によって多分この後染めの感じによって全然違うっていうのが若干の個体差もあったりして、まあ、そういうところもなんかめっちゃいいなと思って素晴らしいなっていうアイテムでしたね。もういろんなアイテムに合いますからね。赤が意外と来たら本当ハマったんですよ。ちょっと着替えていいですか。赤めっちゃいいんですよ。色味もめちゃめちゃいいんですよね。こんな感じで非常に綺麗なお色味ですよね。まあ、この太さがいいんですよね。このパンツオーバーパンツっていうぐらいなのでかなり太いのでその太さが生かされてるっていう、ザギのアクションプリーツっぽいのが入ってるので立体感が出るっていうのもめちゃめちゃいいんですよね。もう本当にね、なんかこれかなりサンプリングされる元になるパンツなんですよ。しかもそれを他にないカラーで履けてるっていうのがめちゃめちゃいいなと思って、赤履いてみるとめっちゃ良くないですか。なんかこのブツだけで見るより履いてみた方がめちゃめちゃよく見える映えるパンツだなと思っております。よく黒を着る人だったりすると、まあ、やっぱこの赤は意外とこう差し込むとめちゃめちゃアクセントになって、まあ、こう一味違った、なんか他にね M51 履いてる方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方々とちょっとね違った見せ方をできるかもしれないなっていうようなパンツですね。アイデアがめっちゃいい、しかも値段が2万円ぐらいっていうのがめっちゃいいです。本当にいいこんな感じでございますよ。あ、はい、いかがでしょうか。いいっすよね。まあこれはね普通に履けるやつですよね。黒もね意外とないですよね。やっぱりそのオリジナルのカーキのそのままで売られることがめちゃめちゃ多いと思うんで、このなんかこう後染めするっていう発想自体がめちゃめちゃすごいなって僕はやっぱ思うんで、普通にかっこいいですよね。やっぱね裾絞ってるんですけれども、裾絞らなくてもはいいいですし、絞り具合はあの各々で書いていただければいいんじゃないかなって感じです。まあ、黒でもちょっとやっぱ違う黒っていうのが分かりますかね。どうだろう、ここら辺まで来るとちょっと分かりやすそうですね。この辺の光沢感というかちょっと玉虫っぽい光り方するんですよね。面白いアイテムだなって思いました。だからカーキ好きで黒が好きな僕からしたらなんかこうちょっとくすぐられるというか、でもねマジでねどっちもね男心をくすぐられるんですよね。本当にめっちゃいいと思います。はい、ということで今回買わせていただきました。いやめちゃめちゃいいっすよね。ということで今回は、2着、まあというか最強の軍パンをご紹介させていただきました。まあ本当にね一回履くと、まあ、軍パン好きな人というかミリタリー好きな人とか、まあ、ちょっとミリタリー差し込んでいきたいみたいな人にはめちゃめちゃちょうどいいと思うんで、金額もそんなめちゃめちゃ高いってわけじゃないんでコスパいいと思うんですよ。自分で染めてて、しかも M51 で51自体もやっぱりねミリタリー自体どんどん値段上がってってるんで、トータルで見てめっちゃいいと思ったんで今回は本当紹介したいなと思ってあの連絡させてもらったジェネラルストアさんでした。ぜひ皆さんで気になる方は行ってみてください。はい、こんな感じで僕いつも発射系の動画を上げています。で最近ねショートとかも毎日というか、まあ、できるだけ上げるようにしていますので、はい、ショートの方でふざけるようにしてますので最近はぜひねそっちも見ていただきますと幸いです。いいなと思ったらチャンネル登録と高評価してもらえるとすごいやる気に出るんでぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。これマジでいいよ、めっちゃ本当に素晴らしいよねジル君ね。